いつも1年以上同じアルバイト先で勤務しています。ミスをしてもお客さんに怒られにくいという理由であえて研修中初心者バッジをつけて接客するのは犯罪ですか？それってお客さんを騙してるよね。だけど騙してお金取ってるわけじゃないから犯罪にはならないと思う。ひとまず法律は置いといて。そんなんでいいの？お客さんに怒られにくいってことはミスしても許してもらいやすくなるってことだよね。緊張感なくない？ちょっとバイト舐めてない？っていうかお客さん舐めてない？バイトといっても働いて給料もらう以上は立派な労働者。法律はバイトもちゃんと守ってる。その上でさらに研修中と嘘を表示し、自分を安全な鳥かごの中に保とうというのか。かごの中の乙女、ベテランなのに初心者だから優しくしてね。と相手の優しさにつけ込み続け、気づいた時にはむしり取られた羽。いつしか開かない扉、守ってばかりじゃ自由はないんだよ。言い過ぎたけど1年もバイトやってるなら自信持って大丈夫。